では続いてドリッコ着物の畳み方をご紹介していきます。基本的には着物の畳み方と同じです。ではまずはスカート部分です。腰側を左手、裾側を右手に置いていただいて、まずは手前からこちらの縫い目の部分を折り返していきます。縫い目の部分というのは2つ目の縫い目の部分を折り返していきます。で折っていただいたら、今度はこちらの縫い目で折りたたみます。でドリッコ着物、紐がついていますので、この時点でスカートの紐はこちらに沿わせてこのように畳んでおいてください。で続いて向こう側の生地をこちらに持ってきます。一番向こうの端側の生地を持ってきたら、今畳みましたこちらの部分に合わせます。紐を同じくこちらに沿わせて畳んでおきます。で続いて今度はこの端っこではなくて、こちらの縫い目の部分の両端を軽くつまんで持ち上げまして、そこを一番手前の生地に合わせます。これがちょっと着物の特殊な畳み方になりますね。こういう形で折りたためたら、これを半分にしてください。これでスカートは出来上がりました。続いて上着です。必ず白襟は取り外した状態で収納してください。で白襟はこのように畳んでしまうと襟が折れてしまうので、必ずこういう状態で置いていただくか、どこかに収納されるときはこのように巻いて何かに入れて保存していただく。もう絶対にこれが折りたたまないようにお願いいたします。では上着をたたんでいきます。上着はですね、まずはこの襟元を持っていただいたら、 M 字に襟元をたたみます。でたたんだ部分を右手で持ちながら、こちらの袖の部分を左手で持ってパタンと横に倒していただきます。続いて襟元、先ほど M 字にした部分を左手で持っていただいたら、この奥身の縫い目に沿ってこちらを手前に畳みます。その襟に合わせるように今度はこちらを乗せます。で続いてお袖を左手で持っていただいて、右手で前身ごろと後ろ身ごろを挟み込んで、先ほどスカートの時にやったようにぐーっとこの折り目を気にするんじゃなくって、上にぐーっと上げながらこちらの一番手前まで持ってきて重ねます。で背中心をちゃんとまっすぐに整えていただきますね。このような状態になったら、紐をピンクの紐をこのように畳みます。で向こう側のピンクの紐もこのように丁寧に出していただいて、このように畳みます。で今度は白い紐は下からこのように畳みます。こうやって紐を始末していただいたら、
こちらのお袖を上からかぶせます。で、ここ少し出ている部分を折り込んでお袖の中に入れ込みます。で、この状態でもう一方のお袖も畳まないといけませんので、ここでぐっと両手でお袖も着物も持っていただいて、くるっとひっくり返します。で、この状態でお袖を上にかぶせると、これで着物の畳み方が完成です。で、スカート部分、で、上着で、おはしょりあんまりペタンとしてしまうとダメなので、必ずマジックテープを合わせていただいて、上にふんわり